じゃじゃん来てしまいました。フレームブラスト、 iPhone、iPad でビデオ自動編集ができるってことでね、大反響でしたけども、 Android でも対応しました。ただ今のところはですね、書き出しの解像度が 1080p に対応せずに 720p まで、あとこの OS のバージョンがね、どうやら 4.3 以上らしいんですよ。 Android 4.3 以上じゃないとインストールできないっぽい。あとどうもね、動画のトリミング、マニュアルでトリミングするっていうのがね、できないみたいなんですよね。まあちょっと iOS 版に比べるとね、残念なところはあるにはあるんですけども、ボタン一発で読み込めばこんなのができてしまいます。BGM としてはね、自分で用意した音楽も入れることができるんですけどもね、この場合ね、iOS よりも Android の方がそういった作業はしやすいですよね。自分の音楽突っ込みやすいですよね、パソコンから。その他詳しい使い方については iPhone 版を紹介した時の動画をご覧ください。ということで、 Android でもついにビデオ編集が楽になりましたね。自動でビデオ編集するアプリ、フレームブラストでした。 Android 対応。Thank you.